すごいという言葉を使うと、その言葉のエネルギーが自分に返ってきます。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていく、のりこちゃんねる、始まります。さて、生きているとね、いろんなことがあって、気分のいい日もあれば、そうでない時もあります。運気も良かったり、まあ、下がったりがあるからこそ、いい時はとっても嬉しいですし、たとえ下がったとしても自分を見つめるいいきっかけになったりします。けど、ネガティブな気持ちの時ってどうしても、でも、どうせ、だって、とね、さらにネガティブな言葉を言いたくなってしまいますよね。言葉にはエネルギーがあって、言霊のパワーは波動を上げてくれるので、ポジティブな言葉を使うといい出来事を引き寄せてくれたり、願いを叶えるパワーを高めてくれるんです。逆にでも、どうせ、だってとか、私には無理っていうようなネガティブな言葉や自分を否定する言葉を使うと、本当にネガティブな現実を引き寄せてしまうことにつながってしまうんです。まあ、そこでね、今回はもうダメだと思った時に使うといい言葉を3つお伝えしたいと思います。まず一つ目の言葉は、それでも私は運がいい。まあ運気が悪いと、ああダメだなぁと考えてしまって、物事が余計進まなくなって、ネガティブのループに入ってしまうことがあります。まあ、そうなってしまうと悪いことがさらに起きるかも、と不安も大きくなっていって、自分の自信もどんどん落ちていってしまいます。まあなんだか最近ついてないとか、運が悪いと感じたら、ますますネガティブになっていく前に、それでも私は運がいいと声に出して言うといいです。仕事でうまくいかないとか、人間関係で悩みが尽きないとなっても家族もいるしね。目の前の豊かさもあるし、家もあるし、ご飯も食べていることができているって、とっても運がいいしね。ポジティブなことなんです。ネガティブ思考になったままだと、こういった当たり前の日常の中にある幸せなことに意識がいかなくなって、全部が悪いことのように感じてしまうことがあるんです。でも私たちは恵まれていて、一人じゃないですし、支えてくれる人とか生活ができているって、なんだかんだそれでも私は運がいい人なんです。日常の小さな幸せって当たり前に感じてしまいがちなんですが、目を向けていくことをすると運気が徐々に上がっていって、滞っていた物事も冷静に見れるようになっていきます。運が良くないなぁと下がってしまってばかりの時には、深呼吸をして、それでも私は運がいいと言ってね、当たり前のことを探して意識していく気持ちを持つといいですね。運がいいのところを、それでも幸せとか、それでも恵まれていると言い換えてもいいので、言葉にしていくと運気がものすごく上がっていきますからね。次に2つ目の言葉は、私は今のままで大丈夫。落ち込んだ時って無理に元気にならなきゃと思っても、気持ちがついていかないこともあると思います。もちろん落ち込んだ気持ちを上向きにする言葉も大切な言霊なんですが、私は今のままで大丈夫と自分に声をかけてあげると、それ以上に落ち込むことにならないですし、今のままでいいんだなという気持ちになることができるんです。悲しいことがあったり、誰かに図星をつかれてしまった時って、やっぱり気持ち的に落ちてしまうので、すぐに元気になるのは難しいってこともありますよね。図星になってしまった時も、恥ずかしかったり、なんで自分はこうなんだろうってついつい自分を否定して責めたくなっても、言ってくれた人がいるのだから、さらに自分で自分の価値を下げるようなことはしなくてもいいんです。一旦自分の気持ちを受け止める時に、私は今のままでも大丈夫という言葉を使うと、まあ、図星をつかれても、恥ずかしかったなぁとか、そうだよなぁと自分の本当の気持ちを素直に受け入れられるようになります。言われた直後は言い訳とか、自分を否定する言葉で頭がいっぱいになってしまうんですけど、まずは私は今のままで大丈夫と声をかけると、冷静に自分の感情を感じることができて、その後にどうしたらいいかの心の余裕も出てきます。ここは改善したいなぁとか、ここを見つめていこうっていう前向きな気持ちにもなっていくので、波動が上がってって、運気もどんどん上がって、幸運が訪れますからね。そして3つ目の言葉は、すごい。
最後にお伝えするこの言葉は、誰かに嫌なことを言われて、もう無理だとか、ダメだと思った時に使うととっても効果があります。例えば相手に、あなたはこんなことがダメよねと言われて、ガクンと沈んでしまうと、やっぱりなとか、そうなのかなと自分をどんどんネガティブに追い込んでしまいがちになります。でも相手が言った言葉に対して、すごいと思ってみるといいです。この人はその言葉が言えるんだ、すごいとか、そんな言葉が言えるなんてすごいと、その人が言ったことに対してすごいと心の中で使ってみてください。確かに嫌なことを言ってくる人ってある意味すごいことを言っていて、その事実だけを受け取って言葉の意味とか内容を細かく受け取らなくて良くなるんです。ちょっと嫌味にも感じるかもしれないんですが、すごいと思うことで事実だけを受け止めて言われた言葉に一喜一憂しなくて良くなります。他にも未来を思うと不安な自分に対しても、すごいという声をかけてみてください。将来が不安だなと思う時に気持ちがついていかないと、いい未来のイメージをしてもなかなか引き寄せることが難しくなってしまいます。不安な気持ちをちゃんと感じていることもすごいことだし、将来が今不安なのは事実として受け止めていくといいです。将来や未来が不安なのって、それだけ自分が真剣に自分の人生を考えていることで考え込んでしまうのってものすごく集中力を使います。まあそれってすごいことですよね。そういう時は今ある事実だけを受け止めていくと気分がちょっと上向きになっていくのでそれ以上下がることもないですし、すごいという言葉を使うとその言葉のエネルギーが自分に返ってきます。まあすぐに元気になれなくても絶対にもう無理といった状態を客観的に見ることもできるようになるんです。まあこんなことを言う人ってすごいなーとか、こんなに不安になっちゃう自分ってすごいなーと少し練習が必要なんですけど、使うことで意識が変わってきます。まあ嫌なことを言われた時に言葉に左右されないパワーとか、自分を俯瞰して見るパワーをいただける言葉なので、もうダメだと思った時にこの言葉を使うと、運気がゆっくりと上がってって、知らない間に自分の人生が大激変していきますからね。まあ、今回お伝えした3つがもうダメだと思った時に使うといい言葉です。そのシチュエーションに合った言葉を使っていくと、自分で自分の気持ちをコントロールできたり、どんどん落ち込むこともなくなっていくので、運気も上がりやすくなって、幸せや幸運を引き寄せていけるようになりますからね。みんなもこれ言ってるけど、まあ、これからこれも言ってみるっていうのがあったら教えてね。楽しみにしてまーす。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとうね。今日はこういうコメントを見つけました。いつもありがとうございます。毎回配信楽しみしています。ちなみに私は毎朝出勤時におまじないというか、日々の感謝と今日一日のお願いをして仕事に励むようにしています。いつもありがとうございます。今日も一日笑顔で楽しく仕事ができますようにお願いします。いいことがたくさんありますようにお願いします。こんな風におまじないをするようになってから、大きなトラブルになることは少なくなりましたし、トラブルが起きても大丈夫と思えるようになりました。ありがとうございます。まあ、素晴らしいですよね。まあ、こういう言葉を朝かけてあげるだけで一日変わると思います。まあ、今日のお話じゃないですけど、言葉の威力ってすごいんですね。うまくいかない時にネガティブな言葉をかけていると、さらに運気がダウンしてしまったり、なかなか運気が上がらないままになっちゃうんですよ。で、言葉には波動があるので、こういう言葉を変えてあげるだけで運気って上がりますから、ピンチの時、もうダメっていう時は何度も自分に声をかけてあげてね。私ももちろんやってます。じゃあねって。